劇団熱血天使ステージクリエイターの菅沼萌です。私が初めて主演を務めたジャンヌダルクフランスの大地に聞け、もうこちらで思い入れを語るとかなり長くなっちゃうので頑張って短くするんですけれども、実際にフランスに行って10日間ジャンヌダルクの故郷を回りました。故郷とそして実際に活躍した地を回りました。一番思い出深かったのがドンレミ村というですね、ジャンヌが洗礼を受けた生まれた故郷に行ったんですけど、500年前の当時の多分面影を残したままの景色がそこに広がっていました。この大地でジャンヌは育って、そして洗礼を受けてフランスを救うために活動していったんですけど、一番見てほしい見どころとしては、ジャンヌ・ダルクは青少女として別に最初からいたわけじゃなくて、本当に普通の女の子だったんですよ。でそのジャンヌ・ダルクが神の声を聞いたっていうところから、その中にも多分人間としての葛藤もとてもあったと思うんだけれども、その中での人間関係だったりとか支えてくれた人たちだったりとか、まあ、たった一人の少女が起こした奇跡って言ってはいるんですけども、名もなき今は名前も残ってないけれどもジャンヌを信じて一緒に戦った友だったりとか、その時敵対はしていたけれども彼らも一生懸命また生きていた、そのなんか人間ドラマっていうのを楽しんでもらいたいなと思います。そして私オープニングの作詞もしているので、まあ、その歌詞だったりとかなんかグルーヴ感っていうのもすごく見てほしいなと思っています。ジャンヌ・ダルクフランスの大地に聞け、本当に大切な作品なので一人でも多くの方に見ていただきたいです。ご来場お待ちしております。皆さんこんにちは。はい、劇団熱血天使の山崎まなみです。今回ですね、志ムービー4ジャンヌ・ダルクを上映するということで、私がやらせていただいていたのはジャンヌの幼馴染ドンレミ村に住んでいるカトリーヌという役でした。このカトリーヌはですね、前編秋田弁でやっていまして、そうなんです、フランス語って秋田弁とすんげー似てるって言われてるんですよ。だから前編ジャンヌも田舎さん来た時、ドンレミ村さん来た時とか、あとジャンヌのお兄さんの名前なんだったっけね、ピエールだ、ピエールがこっちの田舎と一緒に喋るときはみんな秋田弁で話すこといらので、ぜひみんなのですね、この秋田弁の鉛どこ、フランスにいる秋田人どこ楽しみにしていただければなっていうふうに思ってます。でですね、個人的な見どころはその秋田弁でわちゃわちゃ歩き回ってるカドリーヌの姿と、あとはですね、実はジャンヌと再会するシーンの時にリンゴだったかな、あげるっていうあれがあったんですけども、 DVD さは入ってねえんだと思う。実はこの袋の中さ、秋田で取ってきたどんぐりを大量に入れてて、そのどんぐりが袋っこい破けで、ある回の時に全部舞台上さばらまがれてひどいことになったっていう回がありました。だからぜひその袋の中さどんぐり入ってるんだなって思いながら皆さんさ見ていただければ嬉しいなっていうふうに思います。はい、ということで6月の32時、秋田のフランスの大地でお待ちしております。待ってます。皆さんこんにちは、劇団熱血天使座長金沢宏之です。6月30日、志ムービーボリューム4ジャンヌ・ダルク、今回ですね、このジャンヌ・ダルク、私は、ジャンヌ・ダルクを慕っている騎士のジルドレを演じております。もうとてもジャンヌ・ダルクのことが大切すぎて盲信して突っ走る騎士なんですけどですね、なかなかいい見どころと、そしてですね、一生忘れないんですけど、ジャンヌ・ダルクの、ね、ちょっと後半するクライマックスがあるんですけども、そこからのね、ジルドレの絶望ぶりがですね、一生のトラウマとして残ってます。楽しみにしていただけたらと思うんですが、この作品はですね、私の武器職人としてのですね、まあ、デビュー作といっても過言ではない、15人分の騎士の剣とか鎧とかを全て一人で作っております。さらにですね、この作品は熱血天使の中でも珍しく盾なんかも満載の作品になってます。ね、フランスの戦争というか、戦いをですね、いろんな形で音楽的、もちろん音楽の部分と、そしてそういう戦いの部分と、さまざまな観点からですね、壮大に描いてますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思っております。当日はお待ちしております。どうも
熱血天使の黒崎千代子です。6月30日志ムービーボリューム4ということでジャンヌダルク上映するんですけれども、私、こちらの公演は客席で見ておりました。アルテリオまでね、新入川丘までね、電車にせこせこ乗って見に行ったわけなんですけれども、まずすごかったのがセットがすごい壮大だなって思ったのと、プラス音楽が本当に素敵でした。歌がですね、生歌だったんですけれども、聞いたところによると全楽曲オリジナルだそうでして、本当に教会音楽を聴いているようなすごく心が洗われる世界でしたよ。主演のジャンヌ・ダルク役を菅沼萌さんがやってたんですけれども、今まで見たことのないぐらいショートカットで白い服を着てたんですけど、アルプスの山でしたね、背景が一緒そんな萌さんも見られたりして見どころたくさんです。ぜひ楽しみにしていてください。待ってます。